はい、どうも。ふきです。ふきが多いかな。新爪がね、爪され登場しまして、まあ、こちらのスキルマックス初見プレイをやっていきたいなと思います。まあ、ちょっと声響いてるかもしれませんが、ご了承ください。あと、ノー編集になります。すいません。でね、ラッキーガチャ引こうかなと思ったけど、2種類だったんでやめました、自分は。はい。でジャックジャックがね、ランダムスキルらしくて、こんな感じです。これね多分結構強いっす。で王子との組み合わせがいいんじゃないかなというところです。バブルの発生数が7から8で多いっていうところとですね、であとはもう2つの、スキルがおそらくクリアって書いてあるんで、消去スキルが2パターンあるんじゃないかなと思います。ジャイロが必須なのかどうかっていうのがちょっとわからないんで、とりあえずやってみないとわかりません。で一方エドナモードですけれども、こちらねもう片方の前爪のスコアが増えるんですけど、これ強いかこれ強いか弱くね。本当にこれだけサポートだけだったらマジで弱いと思う。でなぜかというと、例えば、まあ、爪スコア 1.5 倍ですけど、はい、ジュディとか消去しつつスコア 1.3 倍、絶対こっちの方が強いよね。まあ、なんなら R2D2 がスコア 1.5 倍なんで、で効果時間はねちょっとねこれ何秒か分かんないですけど、まあ、3秒よりかは長いと思う。でそう考えると弱いんじゃないかな。まあ、ちょっと使ってみないと分からないんですけど、まあ絶望ツムですね。はい。まあ、ただね、まあ前ツムのスコアが増えるっていうことで、もう片方で言うと、まあ、相性的にはねベルとバネロペが前ツム生成あるんで、整列と前ツム生成があるんで、強いんじゃないかなというところです。ということでまずジャックジャックからやっていきましょうか。ジャックジャック2プレイ、エドナ2プレイやっていきましょうか。まずはジャックジャックはどうしようかな、王子でやってみましょうか。王子組み合わせでやってみましょう。今日からね、あのミッションバトルも始まってるんで、そちらもね頑張りましょう皆さん。さあ消去、ま、バブルがまず効果バブルなのか、あと消去どんな感じの消去なのかがすげえ気になるんですけど、さあ消去数はやべえめちゃくちゃミスった。めちゃくちゃミスった。29か。29か。まあ、弱くはないけど、みたいな感じかな。あ、間違えた。これやべえ。ちょっと待って。あ、変化系もあるんだ。いつも、王子とのこの組み合わせが逆で、ごめんなさい、めちゃくちゃやりづらい。ちょっと待って、マジでやりづらいやり直し、すげえやりづらい。なんかおかしいなと思ったらすげえカタカタ言いますね。まあごめんなさい。はい、すいません、気を取り直して。さっきさ、まあ、バブルまだ出てなかったですけど、あれ大ツム、マイツムが大ツムに変化するやつかな、あれは。まあとりあえず王子との相性はいいと思います。あ、やべえ、間に合わねえ。俺フィガロ苦手なんでね、間に合わねえっすね、ごめんなさい。ですごい来るじゃん。まあ、これでコンボ稼いで、すごい来るじゃん。うん、まあ、割と強いんじゃないかな。
こんな感じで、いや結構強いですね。まあ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 ジャックジャックレベル1でこれだったら全然強いんじゃないですかね。まだレベル1なんで。なんかさ、マイツム大ツムに変化したやつさ、あれなんだ、マイツム継続的に降ってくるんですかね。よし、いきなりレベル5、ありがとうございます。育成大変ですね。まあでも王子だったらすぐ育成できると思うんでいいかなと思います。はい、とりあえずね、あれはいらないですね。あれあれってなんやねんって話だけど、はい、次今度マレフィセントやりたいと思います。ジャイロはね、ジャックジャックは必要ないかなと思います。まあ一応マレフィセントとの相性もいいと思うんで、コンボも出せてっていう感じなので、まあ悪くはないかなと思います。やっていきましょう。この組み合わせでも多分1億出ますね。出ますね。はい。あとは、ジャックジャックのスコアがどれぐらいなのか。それがすげえ気になる。ちょっと上がり幅見れてなかったですけど。マレフィセントはね、もちろんジャイロ使うんで、消去、お、33消えますやん。ほい、これやった後にさ、やばい、ボムがなくてボムがなくてぐだってます。ボムやっぱ1個残しておいた方がいいっすね。いいんじゃないですか。今のところ、まあ、王子のプレーが良かったかどうかっていうと良くはないと思うけど、王子よりは稼げそうじゃないですか。あ、これ調整すれば。稼げそうって言ってたら稼げなくなっちゃった。稼げたかな。あ、でも5000万超えましたね。あ、強い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 ですね。結構強いと思います。まあ、マレフィセントと比較するとあれやけど、まあいいんじゃないかなと思います。はい、ジャックジャックをね使っていきました。ありがとうございます。次はあれですね、エドナ。エドナの方がね多分ね絶望だと思うんですけど、まあ使ってみましょうよ。エドナベル、エドナベルとエドナバネロペでいきますか。エドナバネロペはね見づらいと思う。ちなみに言うと、てかあれですね、自分ガチャ引き切っても240万余ってることに驚きを隠せない。やったやんやったやん。ベルトはね見やすいかな。 見やすいかというと 見やすくはないけど、あの区別は割としやすいと思います。ベル使うの超久しぶりなんだけど、しかも整頓されたやつさ、スコアボーナスついてなさそうじゃなかった今。そういう感じですか。それはあんま良くないんじゃないかな。ほらこれ弱いだろう。
基準が分かんねえな光ってる基準が分からねえ。基準は分からないけど、まあ、それでも、まあ、倍率が乗ってるからスコアは多少は出るのかなっていう感じかなと思います。いやもう一回スキル発動できたら嬉しかったけど、うん、まあ5000万ぐらいです。でこれね、まああのバネロで使うんですけど、おそらくクソ見づらいと思います色合い的にクソ見づらいと思うけど、まあやってみましょうよ。見づらいからやめるんじゃなくて、まあ試す、試すだけ試す。あ、皆さんは真似しなくていいと思うけど、個人的にはですね、ベルよりバネロペの方が好きなので、そうバネロペを使いたいとこですけど、いやこれはすげえ見づれえぞこれはすげえ見づれえと思う、さすがに。はい、見ずれ見ずれ、マジでベルの方がいいですね。このさエドナーは本当絶望だな。絶対強くないよな、サポートだけどさ、このなんだろう、マジで見ずれ区別がつかねえ。だって普通にさ、普通に考えてさ、サラマンダーとかってよくねってなるよねこれ見て。エドナが強いんじゃなくて、これバネロペが強いんだよな。一つ言わせていただくと、やべ、もう一回スキル使いたいけど、あ、よしよし、あ、でも一番スコア出てるうん、まあスコアは出そうっすけど、見づらい、見づらいけど、スキルマだとバネロペの消去数が多いんで、スキル発動さえしてしまえば、まあ、なんとかなってしまうかなっていう感じです。あれ、でもコインめっちゃ稼げるっすね。なんで3000枚も稼げてる。まあボーナス入ったとしても結構稼げてないですか。おかしくね、おかしくね、そんなもんなん。コインプラス補正とか入ってんじゃないこれ。もしかしたら入ってるかもしれない、別にはい、という感じで、はい、このアイテムは無駄に消費して終わりたいなと思います、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします、それではバイ。